Hello, this is Hiroshi Hayashi, h a m m a m a c i d y Japan. Video diary, June the 15th, 2014.Just only one mouse.In Japanese, たった一匹のネズミ。私が体験した、まあ私にとって大変不思議な話をこれから皆さんに話します。 本当に不思議でした。それはあの世にも不思議な留学期留学期という原稿に書いて中日新聞の方でも発表させていただきましたその原稿をそのまま読ませ読ませ,させていただきますたった一匹のネズミを求めてかっこそのネズミになるかっこ 牧場を襲った無数のネズミ私は休暇になると決まってアデレード市近くにある友人の牧場へ行ってそこでいつも12週間を過ごした近くといっても数百キロは離れている広大な牧場で彼の牧場だけでも浜松市の市街地より広いその牧場でのことある朝起きてみると 牧場全体が、さざ波がさざめくように波打っていた。見ると、おびただしい数のネズミまたネズミ。と言っても、畳一枚ぐらいの広さに一匹いるかいないかという程度。しかも、それぞれのネズミには個性があった。農機具の間で遊んでいるのもいたし、星し草の間を出入りしているのもいた。あの、 ァイドパイパーの物語に出て,出てくるネズミは一列に並んで皆一方向を向いているがそういうことはなかったがその友人も彼の両親も平然としたもの私が農薬で駆除したらと提案するとそんなことをすれば自然のライフサイクルを壊すことになるからと農薬は羊の健康にも悪い影響を与えるこういう時のために オーストラリアでは州による手厚い補償制度が発達しているそこで私たちはネズミを退治することにした方法はこうだまずドラム缶の中に水を入れその上に板切れを渡す次に中央に腐ったチーズを置いて,置いておくこうすると両側から無数のネズミがやってきて中央でぶつかりそのままポトンポトンと水の中に落ちた が、が何と言っても数が多い。私と友人はそのネズミの死骸をスコップでそれこそ絶え間なく救い出さねばならなかったが3日目の朝起きてみると今度はネズミたちはすっかり姿を消していた友人に理由を聞くと土の中で眠っている間に伝染病で死んだかあるいは集団で海へ向かったかのどちらかだと。 伝染病で死んだというのはわかるが集団で移動したという話はにわかには信じられなかった移動したといってもいつ誰がそう命令したのかネズミにはどれも個性があったそこで私はスコップを取り出し穴という穴を次々と掘り返してみたがネズミはおろかその死骸もなかった 一匹ぐらいいてもよさそうなものだとあちこちを探したが一匹もいなかったネズミたちはある力によって集団で移動していった人間にも脳の同調作用私の研究テーマの一つは戦前の日本人の方位識。なぜに日本人は一億一丸となって戦争に向かったか向かってしまったか ままたたた。向いいてしまっっのかというテーマだったがたまたまその研究がデッドロックに乗り上げていた時期でもあったあの全体主義は心理学や社会学では説明できなかったそんな中このネズミの事件は私に大きな衝撃を与えたそこで私は人間にもネズミに作用したような力が 作用するのではないかと考えるようになったわかりやすく言えば脳の同調作用の,もの,のようなものだ。最近でもクローン技術によって生まれた2頭の牛が壁で隔てられた別々の部屋で同じような行動をすることが知られているそういう力があると考えると戦前の日本人のあの集団性が理解できるできた。と 私の頭にもう一つの考えが浮かんだそれは私自身のことだが一匹のネズミになってやろうという考えだった一匹ぐらい全く違った生き方をする人間がいても良いではないか皆が集団移動しても私だけ別の方向に動いてみる私はあえてそれになってやろうと 日本ではちょうどその頃三島由紀夫が潔腹自殺をしていたまあ以上が私が体験した、まあ、大変不思議な話なんですね。というのは今この原稿の中で書きましたようにネズミといってもですねあのたた畳一畳の中に一匹いるかいないかぐらいの、まあ、密度なんですよね。 そしてそれぞれのネズミがね、みんな個性があったんですよ。例えば、一様に一様の行動をするってことじゃなくて、例えば、キン具の下で遊んでるのもいたし、麦わらの中からちょろちょろ顔を出すのもいたし、あるいはその、まあ、とにかく個性があったんですよ。あの、決してその、なんて言いますか、集団で行動しているようには見えなかったんですね。また、そういう行動はしていませんでした。が、まあ、なんて言いますか、 3日目の朝になりましたら、朝になりましたら、1匹もいないんです。で、オーストラリアのネズミというのは、夜はですね、穴を掘ってその中で眠るんですね。これに対してはこの、この記事に対してですね、あのネズミは穴の中で寝ないようなんて反論して,してきた人がいましたけども、それは日本のネズミの話なんですよね。オーストラリアのネズミは穴の中で生活していました。で、私はスコップを持ってきて、 穴を掘り返してみたんですね。いっぱい開い,いてましたから。で、掘っても掘っても何にも死骸が出てこないんですよ。で、伝染病で死んだんなら、その何て言いますか、穴の中で死んでるはずでしょ。ところが、穴の中にはネズミはいないんですよね。ですから、おかしいおかしいって言いながら、あちこちを掘り,掘り,掘り,掘り返しました、私。まあ、私が掘った限り、まあ、いくつ掘ったか覚えてませんけども、掘った限り、ネズミの死骸は1匹も出てきませんでした。 で結局結論は、まあ、夜中のうちにですね、まあ、集団移動していって最後は海の中へ入っていってみんなが一緒に集団自殺するんだそうですね向こうのネズミはといっても海まで何百キロもありますからね百何百キロというか車で走って34時間ですからねオーストラリア人の速さで走って あの向こうの人はものすごくスピードを出しますからね34時間の距離を移動していって最後は海の中へ、まあ、入っていって集団自殺するのだそうです、まあ、それがまあそ,のそうしたネズミのまあ一生なんですよねで私はその話がもう信じられなかったんですよね本当にそういう話を、まあ、オーストラリアの友達が一生懸命話してくれるんですけどもそのあ,あ,のあれほどまでにそのなんて言いますかあの個性のあるネズミたちが ね、一晩のうちに何て言いますか誰かが号令かけたのかかけなかったのか知りませんけどもそしてあの移動していって、まあ、次のところ移動していって最後は海の中へ入って自殺をするんだとそうした集団性というのは一体どこから生まれるのかってことでわ、まあ、からなかったんですね。 それが私が経験した不思議な不思議な話なんですけどもそれに対して今日、K ・ミアさんという方からですね大変興味深いあの話があの掲示板の方に書かれていましたでまあ、K ・ミアさんはもう私にとってはもう今親友以上の親友というか方になるわけですけども量子学力学と意識についての補足ですということでですねケイミヤさんという方はある まあ、国立大学で物理学の先生をなさっていらっしゃるわけですけどもその方がですねあの結局、まあ、簡単に言えば詳しくはの掲示板の方に書いてありますけどもいわゆるその量子力学では説明できない意識の世界があるんじゃないかと分かりやすく簡単に言えばねいわゆる集団無意識というものがあるんじゃないかとそれにはその光が作用しているんじゃないかといわゆるその光というのはですねいわゆるあ物体に に当たりますと跳ね返されますけども人間の脳について言えば パーセントは非常に少ない、ままあなってますゼロに近い、しかしゼロではない光がですね、その人間の深い意識に作用するんじゃないかということですよね。まあ、仏,仏教の世界では、まあマナし式とか荒屋敷、荒屋敷だってらなんとか意識というんですよね。それから、あのー、心理学の世界では、真相、心理、無意識の世界ということなんですけども、まあ、あのー、 ごめんなさい。仏教の意識、荒屋敷って言ってたか、まなしきって言いますか。ちょっと名前忘れました。ごめんなさい。ちょっとしばらく使ってない言葉なもんですから。いわゆる仏教の世界でも同じようなこと言うわけですよね非常に深い人間の意識、いわゆるその意識で及ばない、さらにその向こうにあるまなしきだったかね。深い意識いわゆるがあって、まあ人間というのは、まあどんな生物もそうですけども、そういったその深いところにある無意識の世界によって、その、 行動が決められるってことなんですよね例えばあのこれはあの最近の,あの,の大脳生理学で説明されてるんですけども人間の行動っていうのはあれ意識というのはもうすでにその30分前あれは20分前にもう決められてるんだそうですね。 それはどういうことかというと、例えばですね、私はこうして仕事をしてますね。そして、まあ、あの、あ喉渇いたな、うん、そうか、そろそろのあの水でも飲みに行こうか、今井降りて行こうかって考えますよね。そして、冷蔵庫を開けて、その中からお茶を、麦茶を出して、そしてコップに注いで飲みますよね。 でその時に私は自分の意思で下い前へ今へりていってそして冷蔵庫からお茶を取り出してそれを飲むんだということになるわけですけども実はそうではなくてそういった一連の意識というのはすでにその30分前あるいは20分前にもうすでに無意識の世界で作られているというんですよ。 これ最近まあ、これはあの私の意見ではなくて、まあ、大脳生理学の世界では証明された事実ですから、まあ、私を疑っていただいても困りますよ。というと、どういうことかというと、ですね無意識の世界で、ですねああ、もうじき喉が渇くぞと、喉が渇いたらどうしようか、そう,さそうだ、冷蔵庫には麦茶があるはずだ、冷えて美味しいぞ、そうだ、あれを後で飲めばいいな、そうだ、冷蔵庫 からそれを取り出して飲もうという意識がですね、無意識の世界で、ですね、無意識の世界で意識というのはおかしいなんですけども、無意識の世界でそういった意識がもう先に作り上げられるというわけなんです。 そして、自分はその時意識しませんよ。私は一生懸命、例えば何かの本を読んでいたり、あるいは作業しているわけですよね。ところが一方で、無意識の世界でもう既にそういった行動パターン、行動の、まあ、パターンじゃなくて、行動計画というのは決められるわけです。そして、それがしばらくしてまして、2 0分とか20分、あるいは30分経ちますと、その無意識の世界から、そうしたそのもやもやもやとした意識が浮かび上がってくるわけです。そして、意識の世界で自分に命令するわけですよね。 命令するってわけじゃありませんけども、なって言いますかね、意識の中でそれは浮かび上がってくるわけです。ああ、喉が渇いたとあ。そうか、そういえば、その麦茶でも飲みたくなったなと。今にその冷蔵庫にそのあ麦茶が冷やしてるから、あれ飲もうか。ということで、思うように立ち上がって、そして今行って、その冷蔵庫からお茶を取り出して飲むわけですよね。しかし、その時に思うことは、 自分の意思だと思うわけですよね、人間というのは。まあ、それはどんな物、生ういうもそうかもしれませんけども、そして飲んで、そして私は多分誰かにですよ、林お前は自分の意思でお茶を飲んだのかって聞かれたら、私は即座にこう答えるでしょうね。そうだよと。自分の意思で決めて、自分の喉が渇いたから、下へ来てお茶を飲んでるんお茶を飲んだんだよ、麦茶を飲んだんだよっていうふうに答えるでしょうね。 ところがそうではなくて、そういった一連の意識というのは、それは,時間あのそれは場合によって、ね、そのケースバイケースでー時間差はあるかもしれませんけれども、少なくともあ20分前、あるいは30分前、ひょっとしたらもう1時間ほど前にすでにとそういった意識は決められていて、脳の深いその無意識の世界に滞留するわけですよね。 そして、その対流した意識が、その都度ポコンポコンと浮かび上がってきて、人間を裏から操るというわけです。これは、無意識の世界のまあなて言いますかメカニズムといいますか。そして、人間の行動というのはそ、それに従ってまあ行動を開始するわけですよね。その無意識の世界に、ケミアさん方がおっしゃるにはですよ、その光のようなものが作用しているんじゃないのかと。それは、 採用しているんじゃないのかって。まあちょっと難しい話になりますので、まあ、簡単に言えばそういうことなんですね。っいうのは私たちの無意識の世界で、その私たちが感知し得ない。その何て言いますか？信号あるいはシグナルによって私たちは影響を受けて、そしてそれが行動パターンとなって出てくるのではないか。あるいは集団意識となって出てくるのではないかということを。今から15分の前に。 15分、20分ぐらい前に、ケイメアさんの方から掲示板の方へ書き込みがありました。でそれを読んで、私は、ハっと思ったんですね。それはどういうことかというとですね、先ほど冒頭に挙げました、ネズミの集団意識を説明するには最も合理的な方法なんですよ。というのは、例えばあの話はちょっとそれますけども、例えばネズミにしても、ケにしても、カメにしてもですね、あの、大う払い出て、そしてまあその産卵期、あるいはその、 卵くに、まあね、はまた元の場所に戻ってきてそして産卵するという習性があるそうですね。それについてはえ時期 というものが関係しているということは、これは分かっているわけですね、時期。いわゆるこの私たちは感知しえない、人間はあ感知しえませんけれども、その動物はそういった地球をねと取り、ま、取り巻いている時期というものを、まあ、何らかの方法で感知して、その時期をあ感じながら、感知しながら生まれた場所に戻ってくるということができるんじゃないのかな、まあ、できるというふうに言われてますけどもね、例えばその小さな生物といえば、あのうなぎね。 あの小さいうなぎね、あるいは今日たまたまね、うなぎは値段高くなったねって話からそういう話があの始まったんですけども、あんな小さなうなぎでもですね、あのなんて言いますか、産卵,産卵された場所からあの太平洋を渡って、ですねそして自分の生まれ親の生まれ故郷である、あのなんて言いますか。 川へ戻ってきて、そして成長するってことがあるんだそうですね。ですから、あんな小さな何のどこにそんなメカニズムがあるんだろうと思うんですけども、そういった能力がある。それはまあ時期というものなんですよね。が、しかし、どうもその冒頭に挙げました、オーストラリアで私が体験した不思議な話のネズミはですよ、それでは時期でもないみたいなんですよね。というのはそれぞれあの、まあ、方向も違うし、最後はその、なんて言いますか、集団自殺ですからね。 何十万匹何、百何百万匹でしょうね、あれは。あれだけのネズミは。それがみんな海へ入って、そして最後は死ぬわけですよね。で、その間にまあどういうまあ働きがあって、またその、私がどうしてそれ不思議だという繰り返しになりますけども、みんな個性があったんですよ、ネズミに。 あのパイドパイパーの話に出てくるようにこのラッパかフェイかしませんけどそれについてね一列に並んで行動してるというんじゃなくて本当に捕まえてね箱を入れて飼えば本当に別々の,その行動し別々の生き方をするネズミなんですよねそういうふうに見えましたあの私はハスカネズミはあの子供の頃飼ったことがあるもんですからねそういったネズミとどこも違わないというかそういう感じがしたんですけどもそれが一晩のうちに一斉に 誰の命令に従ったか聞いたかそれは分かりませんよ。しかし、それが一斉に牧場から消えて次の場所へと移っていったわけですよね。まあ、さて皆さん、そこで私は人間の話に戻るわけです。あの、例えば戦時中、人間、日本人というのはみんながもう集団ヒてテリの状況になって、そして戦争、戦争と向かってしまったんですよね。そして戦争へ発破してしまったわけです。 そういう中で例えば俺は反対だなんて言うもんなら非国民ということで、まあ、投獄された、まあ、当時はされましたね戦争反対なんかあの唱えますとあの即座に憲兵がやってきましてそして逮捕し拷問させられて拷問受けたんですよそしてあのはいあの投獄させられたんですね私の知人のお父さんというかね今その方は856になりましたけどそのお父さんが憲兵をなさってたそうですね ですからその知人もそういった光景を身内の話として見ていましたし私が浜松へ来た頃に知り合った K さんという方もやっぱり憲兵をなさっておられまして。 近所の私にはとっても優しい人だったんですけどもねあの近所の方に聞きますともうみんな顔を見ただけでその人のね憲兵に指していた刀がカチャカチャと落としただけでみんな触れ上がったっていうぐらい恐ろしい人だったそうですけども、まあ、ともかくも、まあ、そういったその圧力っていうものあったのかもしれませんけどもともかくも日本人っていうのも集団意識で戦争に突っ走ってしまったわけです。 それが意識というものなんでですねでそれについてまあ、量子力学では考えられない別の、えー、力学というものがあってそしてその原因の一つが光ではないかとまあ 論文内容全てをあのケイミヤさんのねあの論文をあの正確にあ理解しているわけじゃありませんけどもあーそういうものではなかったかそれが光というものではなかったのか光というものが人間の非常に深い部分の意識に何らかの形で作用しているのではないかという、まあ、論文を読ませさせていただきましたで私は率直に言います率直に言いますけどもスピリチュアルと言いますかね あのいわゆる霊的な力というものは見たこともありませんし、説明ができませんから、私は霊的な力というものは、まあ信じるとか信じないとかというレベルの話ではなくて、私の思考というのはその外にあります。ですから、あの例えば幽霊だとかね、あのまあ、いわゆるスピリチュアルな部分ですよ。そういったものは、あの何かあるかということになると、実を言うと分かりません、私にも。 あるかないかということは何になりますと分かりませんが、私の思考、少なくとも思考回路の外にあるということだけなんですね。やがてそういったものが発見され、あるいはその科学的に証明されれば、私はそれはそれとして受け入れるよう準備はできてますし、その時はそういったものを信じます。 で、同時に私はまあついでに言いますと、よくですね、UFO 問題を取り上げに行く時にですね、UFO イコール、オカルトオカルトイコール、なんて言いますか、その、超、え、常、ー、現象であるという捉え方については、これはおかしいと思います。ね。それから、あのなぜ私が先日、えー、あの Y 大学のね、 S, あのー、S 教授がですね、あのー、ペルーでリマの像、えー、を見つけたということに対して猛烈に反発したかといいますといわゆるそのあの S という教授がですね、講演をなさっているあ動画が YouTube で公開されてるんですね。で、その中で、えーえー、S という教授はですね、あからさまにあのー、 まあ私たちのような、私のような人間を否定し、まあ、そういうことは、まあ、彼,彼が、まあ、学者の先生ですから、やんわりとです。やんわりというか、はっきりとでしょうけども、受け入れがたいというような言葉を使ってね、失診学説も受け入れがたい。まあ、はっきり言えば、ものすごく偉そうな言い方をなさったものですから、私は敵意を持っております。 敵意というかその、子供のような敵じゃありませんよ。学問的な敵を感じておりまして、それで、Y 大学の,のリャマ発見については、大きな疑惑、疑義を唱えさせていただきました。まあ、それ話は別ですけども、その UFO 問題と、それからそのスピリチュアルな問題を一色的にされるということに対しては、私は対、まあ、なんて言いますか、あのー、なんて言いますか、嫌悪感を覚えますね。一緒じゃないんだと。 そのスピリチュアルなものはスピリチュアルな部分であるし私は UFO 問題を論じてますそれからエイリアン問題も唱えてますけれどもそれはまあ私なりの判断かもしれませんけれども科学的な根拠にも続いて科学的な論法によってそれをまあ 分析し、そしてあ頭の中で考えてるわけですよね。ですから決してスピリチュアル、幽霊的なものとして、それを一緒くたにしてそのやってるわけではありませんよ。どこかの教育評論家の先生はですね、あのなんて言いますか、腕輪,で腕輪を4万5千0で売ってですね、そしてそれを腕に巻いていれば健康になれるとか幸せになれるとかっていうことをまあや,やってらっしゃって、まあ,あのちょっと教育評論家の としてはふさわしくないということで、訳をやられておりますけれども、まあ、それとは違うということなんです。それとは違うということなんですよね。で、最初の話に戻りますけれども、私はオーストラリアで大変不思議な経験をしました。それは私にとっては理解し難い経験だったんですね。 あのネズミたちが、一匹一匹のネズミがみんなそれぞれ個性があると思われたのに、一晩で集団移動してどこかへ消えていった。その説明の一つとして、今日、ケ,ケイミアさんがですねあの光が作用しているんじゃないかということをおっしゃったんで、それはそれとして納得できるんですね。脳細胞というのも電気信号ですから、電気信号と化学反応の組み合わせによって、脳細,細胞の中を信で信号を受け渡ししているわけですね。 脳神経細胞から伸びたシナプスがですね、そしてその先端の部分で、えー、化学反応を起こして、そして電気信号、電気信号というか化学反応ですね、起こして、そして信号を伝えて、そして人間は意識活動し、そして運動運動もそれによってあ起きるわけですね、運動してしいるわけです。ですから、それがまあ私今頭の中でもそういった現象が起きているわけですね。それに対して、まあその 電波とは言いませんよ。それから、霊的な力とは言いませんよ。しかし、あそういったその脳を通過する光、決してゼロではないけれども、無視できない数,数字の、ねえー、光的な信号が脳に作用して、そして集団意識というもの、あるいは集団行動というものを決めているのではないかという、ケーミア先生です、ね、の意見には、なるほどな、な説得力があると言いますかね、なるほどそうだ、そうかもしれないなと。 あのそれはそうですわね、あの電波というのもあるんでしょうけどね、電波設定ていうのもそれは。で、しかし、電波設定だけでは説明できないんですね、電波というのは、例えばの私たちの周りに今、無数の電波がこう、ゴうと行き交ってるんですけども、私たち人間は電波に作用されませんし、 電波の影響を受けけることはないわけですよね。例えば NHK の,の電波が今流れてるからといって、頭の中に NHK の映像が浮かぶということはないわけですよね。それはあの逆に言いますと、逆とか歴史的に言いますと、じゃあテレビやラジオのなかった時代はどうなんだということになってきますからね。それから電波であればもっと遠くまで届くはずですしね。 それからネズミだけじゃなく他の生物にもそれが影響し合うことも考えられるわけですよね。まあそれはわかりません。これからどん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 研究が進んでいくんじゃないかと思うんですけども、少なくともネズミはネズミたちだけの世界でそうした影響、集団意識の影響を受けて、そして集団行動して最後は海へ入って実集団自殺をし,していくって話だったんですよ。オーストラリアみんなそうですよ。オーストラリアのネズミは最終的にはもう数が増えすぎますとね、集団行動を繰り返して、そして海の中に入っていくってことなんですよ。 ね、さあそこでじゃあ人間の話に話を戻しますけどもじゃあ私たちは今集団意識を持って集団行動をしていないかというとさあどうでしょう皆さんしてるんじゃないでしょうか私はそれを疑うんですよね。例えばあの戦前のあら戦時中のですね日本人が持てたあの集団意識というのは本当に理解し難いものなんです。 ですから私は大学者そのテーマでオーストラリアに渡ったんですけども結局はギブアップしちゃったんですねで帰ってきてから研究論文を出せてありまして 困っ,ちゃ困ってしまいましてね、本当に。やっぱりそ、そのれだけのね、研究費用をいただいた以上は、研究論文を提出しなくちゃなりませんから、本当に宿泊して、結局は、あの集団意識というのは未知の分野であり、集団意識というのは、またこれまた未知の世界の話であるというような話で、未解明の部分も多いんだというような形感じであの、その時は話をありました。私がもう、えー、26、40年近く以上も前の話ですよね。 ところが、ひょっとしたらですね、そういったその集団意識というものが光が作用している。そして現在に、現代に今もですね、私たちに作用しているんじゃないかと思うんですよね。で、たまたま今日午前10時からですね、ワールドカップの試合がありました。日本は2対1で負け,負けましたけどね。まあ、ちょっと話しとれますけど、さあ相手の,あの選手の目つきと日本人の目つきは全然違いますね。 もう向こうの選手は命がけというか目がギンギラギンに輝いて動物のような目をしてましたね。すごい意識ですね。それに対して日本人の方の選手の目はですね、優しすぎますね。あれじゃあまあ初めから勝負あったなという感じがしましたね。その技術の問題ではなくて、もうなんて言いますか、その本気度の問題ですね。あれは迫力の問題ですね。ですからもうイエローカードをもらおうが何しようがもう。 体当たりしてくるというか、もう命がけという感じで、すね俺は死んでもいいんだというような感じで試合をしてくるわけです。まあ、一方、やはりこの日本人の方はですね2人がぶつかる場面になっても、さっと避けちゃうんですね。まあ、その避けたときに、あこれじゃ日本負けるなと思ってました。 正直言います技術的には日本の方が上だったかもしれませんけども結局結果的に2対1で負けましたですけどもね残念それは日本人として残念ですよ残念ですけどもまあ私は最後の5分か10分前あの でね、あの見るのやめましてあの、昼寝させて、ちょっと昼寝させていただきましたけども、まあそういうことですよね。まあ話は変わりますけども、あのサッカーにしてもですね、どこかでこの集団意識というものが働いているんじゃないか、それは脳の同調作用のようなものが働いているんじゃないかと思うんですよ。例えば光がバッと出ますとですね、もう日本中がこのなんて言いますか、サッカー、サッカー、世界中がサッカー、サッカーとなっていく。そ,そこには、まあ目には見えない光、光、 意識の同情作用というものがあるんじゃないかということになるわけです。で、さて、ここで話が終わったんでは、この集団意識の話はそれで終わってしまいますが、私はその時のネズミを見た時にね、よし、たった一匹のネズミになってやろうというふうに考えたわけです。つまり、みんなが進むのとは違った方向に、違った生き方で生きてみようということに、その時に自分は決心しました。で、それからの私の人生観は大きく変わりましたね。どんな組織にも属さない。 人は誰も使わない。だ人には誰にも使われない。そういった人生を あのにあのまあ、それは結局日本、この日本においては、全くこう異端児と言いますかね、あの異質な分子になるわけですから、非常に生きにくい世界でしたけども、とにかく至たった一匹のネズミになってやろうというふうに自分で決めて、そして一匹のネズミになったわけです。今はフリーターという、ね、便利な言葉がありますけども、当時の日本ではそうした生き方は誰もしていませんでしたね。また誰にも認められませんでしたね。そして誰にもなって言いますか。 これ誰にも相手にされない変わり者変,変,、まあ、変人、ブライムシク、いろんな言葉ありましたけども、そういったその生き様にまあ、生き様になっていったわけです。そして私は結果として、今60文字記文字記ってかあと4ヶ月で67歳になりますけども、そのたった1匹のネズミの生き方は貫きました。貫きました、皆さん。 あのしばらく三井物産っていうねおかしな会社ごめんなさいねおかしな会社当時の三井物産はおかしな会社ですはっきり言いますもう金の亡者の塊金金金金金金金会,会った時の挨拶ですらもう分かりまっかーなんてそういう会話ですからねそして成績はそのこ個人の営業マンの上げた純利益によって評価されるという仕組みができてましたからね もっとにかく朝から晩までカネ金ネ金ネ金ネネネネ今知りませんよ今はもっと士的で素晴らしい会社になったと思いますけど私が知ってる三井物産って会社はカネ金ネ金ネガネネネみんなカネ金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 ネガネネネもう朝から晩までカネ金ネ金ネネネマ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  教団のようなま会社でしたね。こんなこと言うと怒られるかもしれませんが、まあ、事実は事実ですから、はっきり言いますそうですからね。今さら隠すこともありませんから。ともかくもう金金金。それはなぜそうないそういう時代かというと、あの高度成長期において、そして日本がですね、敗戦から立ち上がって、そしてこれからもう、高度経,経済成長のあ、そういえばそ、ね、10年ぐらい前に中国もそうでしたね。 もう見てて、自分があの三井物産で経験したのと同じようなことを中国人は今経験してんだなと思いましたね。もう金、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 すべて金、金、金、人間の価値ももうその地位も全部金、金、金、成功か失敗かも全部金、金、金、人間のその人の持つ価値観も金、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 全部金、金でその判断される金、金、金の世界がマニマニマニの世界でしたね。もう狂ってましたね、はっきり言って。 私はそういう世界から出て、まあ、幼稚園の教師になったわけですけども、みんなにバカだ、あほだ、きちがいだと言われましたね、本当にきちがいだと言われましたよ。同窓会の時30いくつき、いくつ間でのときに始同窓会に出て、担任の教師がですね、林お前何やってるんだって聞かれましたんで、恐ろ恐ろ自分のせことをね、あのその先生にこっそりと話しました。 そうしましたの、その先生がですね、大きな声でですね、おめえだけは訳のわからん人生を送っとるなーって言いました。みんなの前でそう言いました。だから私、その先生が亡くなったとき、葬式には行きませんでした。その一言でね。友達から電話かかってきて、 はしお前は出るべきだ。お前行くべきだ。って言って、みんなから3、4人の電話,から電話かかってきて、その先生の葬式には出るべきだって言われましたけど、僕は出ませんと言って断りましたね。その時のなぜその理由はそういう理由なんです。おめえだけはわけのわからん人生を送っとるなーって言大きな声で言いましたね。幼稚園の先生をしていることが、 わけのわからん人生ということな。それがその当時の価値判断の基準であったし、その先生はその先生の価値,価値基準でそう話されたわけです。当時の風潮はそうだったそれが私が言う集団意識だ。そしてそうした価値観をも決めてしまうのが、ひょっとしたら、ひょっとしたら、先ほど言いました、ケイミアさんが教えてくださった光の作用によるものじゃないか。なるほど、説得力ありますね。じゃあ、皆さんはどうかってことなんです。 皆さんはどうかということなんです。私たちには常識というものがあります。そしてその常識から外れた人の生き方、常識から外れた人のものの考え方というものを排斥する傾向があります。現に私は排斥されております。最も親しかった友達の一人も、私がね、こうしたそのビデオを作る,作ることによって去っていきました。もう一人、非常に大切な人も去っていきました。もう相手にされなくなったということです。わかりやすく言えばね。 いわゆるその常識というものは何か、私たちは持っている大きな流れというのは何かということになりますと、無意識の世界でつながっている集団意識だということになるわけです。言い換えますと、私が私であるためには、自分が自分であるためには、そうした大きな流れの中にある集団意識というものから,ものから自分を離さなくちゃいけない、切り離さなくちゃいけないということですよね。 大変に手前味噌な話かっな話になりますけれども今皆さんにこうしたビデオを作ってそしてちょうど1年と、えー、8月ですから6月、えー、9, 9ヶ月 10ヶ月もじきになるんですけどもね、あのそうした、えっと、ごめんなさい、1年8ヶ月になるんですけども、こうした意識ので、私たち、私は皆さんに、こうしたビデオを通して、もう皆さんのね、常識をある意味で、その、まあ、なぜますが、ひっくり返す。逆に言いますと、皆さんから見れば、変人、おかしい、変人、ブライ、まあ、なんでもい,い何でもいい言葉みたいな、何でもいいですけども、おかしな人間に見えるかもしれませんけども、私は、私でこうして、この自分で、自分の、まあ、なますか、集団意識から自分を切り離すことによって、 私というものを主張しているわけですよねこれが私なんです。これが私なんですということを感じますね、私は。まあ要するに、まあまあ、要するに、要するにっていうのはおかしい話ですけども、要するに、私はそういったその集団式、ネズミ、たった1匹のネズミになってやろうということで、自分の人生を貫きましたけども、それは決して生優しい道ではありませんでした。 本当にいねフリーターというものは、保証も保護も全くない世界ですから、病気になったらもう本当のおしまいですよ、交通事故になって今日倒れたらもうおしまいなんですよ、明日からは収入が途絶えるんですよ、保証も保護もない、全く一りぼっちの世界だったんですよね。 そうした世界を恐る恐る、本当に、なんて言いますか、氷の薄い氷の上を渡るかのように、一歩一歩足を踏みしめながら、そして時には激しい闘争を繰り返しながら、今日まで生きてきたわけです。そして今も、どこかに、どこかで、そういった集団意識と戦っているんですね。どーどーと来るんです。 それは周りの人はみんな私の言うこと。それはね、あの掲示板なんかで優しい言葉を書いてくださる方は、それはそういう方で少数派なんですよね、まだ。そういう人は私を理解してくださりますけども、私の脳波には光となっては届いてませんね。私の周辺の人はみんなこちんこちんの石頭のような連中ばっかですからね。ですから、そういう人たちの大きななってますか。無意識の世界に働きかけてくる力のようなものは私は感じます。 しかし、そういうものと戦いながら、こうして、まあ、皆さんに、まあ、不完全で、まあ、なんていすか、稚拙なビデオ作りですけども、訴えているわけであります。まあ、それを少しでも理解し、少しでも理解してくだされば嬉しいし、まあ、本当のこと、本当のこと言いますとね、私は理解されないと思ってますし、それはあの、数はね、少しずつ増えてますけども、どうせ私が生きた間には理解されないと思いますし、同時に、最初から理解してもらおうなんて、そういう対処れた気持ちは持ってませんでしたね。 私は私の,いや意識あの考え方を貫くんだ。私はたった一匹のネズミなんだということで、まあ、初めからその期待してない,いませんから、まあ、バカだ、ホだって。ね、そんなふうに批判されるのは、も百も承知の上で、あるいは、百0本当に承知の上だったんですよ。こんなことであればね、みんなから冷たい目で見られるだろうな、ということは、もう、初めから分かってましたから。ですから、理解されなくて、当然という立場でやってきたわけであります。 今日、ケイミヤさんという方からそうではなくて光というものがひょっとしたら集団意識を作る根源ではないかと、まあ、そういったその書き込みあの掲示板の方にケイミヤさんからの,、ね、あの詳しい論文的な意見が書いてありますので皆さんどうぞ掲示板の方をまたご覧になってくださいと同時にそれがですね まあ、ケイミさんのがそう,いう教えてくださったもんですから、私があの時あの日ですね、オーストラリアで経験したあの不思議な不思議な本当に、まあ、謎めいた体験のですね、謎を解く鍵を得たように思いました。ネズミたちは、その私たちの知らない世界で、そのネズミ同士の大きな,、まあ、なんて言いますか光の作用をして言いますか、ね。それがまあ、 スピリチュアルな意味で言ってるんじゃないですよ。あくまでも科学的な意味で、そうしたあ光,光の作用を受けて、そして集団行動をして、そして最後には海へ入っていって集団自殺をするという運命を背負っていたのではないかと思います。言い換えますと、私が私であるためには、そうした集団意識からのその光的な作用を自ら切り離していく。私が私であるためには、そうした世界から抜けれる。 それが私であるための私が私であるための私は第一歩だと思います。いかがでしょうか皆さんの生き方の一つのヒントになれば大変嬉しいです。ということで今日のビデオ日記を終わります。Thank you very much for watching and see you again next time. Bye. Bye. あ、ケミヤさんどうもありがとうございました。大変大きな参考になりました。と同時にあの40数年前の謎がそれで解けるんじゃないのかなと。 まだあの本当にケミアさんの考え方を、ね、あの理解しているとは思いませんけども、それを参考にして、これから自分の考え方をあー作り上げていきたいと思います。本当にありがとうございました。そして皆さん、最後まで聞いてくださいまして、ありがとうございました。本当に心から感謝いたします。バイ。バイ。